福山淳、福山淳、福山淳、1978年11月26日体は、日本の男性声優、ナレーター、歌手である、ブラックシップ代表取締役。1997年に、月刊アスカのラジオ CM ナレーションでデビュー。青二塾大阪校13期一組卒業。1999年に、青二プロダクションを退所。 フリー期間を経て、プロダクションバオバブに移籍。アニメ初主演は、無敵王トライゼノン、2000年の新衣装役。2001年には、ニンテンドーゲームキューブ最高売上ソフト、ダイラントスマッシュブラザーズ DX で、ロイ役の声優に抜擢された。2006年7月27歳で、日本ワニカン大賞、男性声優賞を受賞。同年に文化放送イベント。 アニメグランプリ2006最優秀男性声優賞を受賞。同年に漫画ベスト102006声優賞を受賞。2007年に初代声優アワード主演男優賞を受賞した。同年に日本アニカン大賞男性声優賞2年連続を受賞。2008年にアニメージュ第30回アニメグランプリ声優部門においてグランプリを受賞。 同年に日本は2館、対象男性声優部門において5回連続でも1位を獲得、声優部門初の記録。2009年に、東京国際アニメフェア2009声優賞、第3回声優アワード海外ファン賞を受賞、史上初の賞を設立し、アニメ受第31回、アニメグランプリ声優部門において2年連続で、グランプリ受賞。 2011年4月1日、プロダクションバオバブを退社、アクセルワンに移籍。2012年8月2日、CM&PV ナレーションを担当した、ドラゴンクエスト X 発売カウントダウンイベントにて、登壇し心境を語った、朝日新聞の号外に掲載、声優史上賞。2013年には、 台湾の年明けイベントに出演するなど、日本国外での認知度も高い。2015年には、大乱闘スマッシュブラザーズ4ニンテンド 3DS、Wii U の DLC で再び、ロイを演じた。2016年4月26日、デビュー20周年、朝日新聞の長官で、福山のインタビューが掲載。同年に、アニメージュ第38回。 アニメグランプリ声優部門において3度目グランプリを受賞。2017年2月15日、ファーストシングル、Keep Going ON を、ポニーキャニオンよりリリース、オリコン書道6位。同年9月24日、初ライブ、福山純、一人の母ショーを開催する。2018年3月31日、アクセルワンを退社。同年4月1日、 立花慎之助とダブル社長という形で、ブラックシップ株式会社を開業し、同社の所属タレントとなる。体を鍛えることが好きということから、2015年には、自身の名を監視顔出し出演した、スポーツトレーニング、声優バラエティ、福山する、という番組も作られている。優しい青少年から下品な役までこなすが、普段よりやや抑えた性質を使って、 クールから熱血感、悪役やコミカルな役を演じることがある。また、比較的高い声質を生かして、女性を演じることもある。前田正宏監督は、福山さんの声は、もともとどこか上品でみずみずしいと思っていたのでと、形容している。ペルソナ5、テイルズ・オブ・デスティニーに、ガンクツディーンの翼、コードギアス反逆のルルーシュ、イブの時間など、 主演の作品が受賞することが多い。クランプが原作の作品、富野義行が監督の作品に多く出演している。富野曰く、福山君に関しては、ガンダムで役の骨格を覚えてはいたんだけれども、間違った役者さんになってもらっては困るなということがあって、それを確認するためにオーディションに来てもらいました。第一声を聞いてとりあえずほっとしたということがあります。 ニャンパイヤザーアニメの杉浦プロデューサー曰く、ニャ天使、役の福山くんが、僕らが想像していた、以上のニャ天使、キャラクターとしての演技をつけてきたので、そこで、キャラクターの方向性が、よりビシッと固まったんですよね。それまで、ニャ天使においてもあやふやなところがあったんですが、彼の演技の雰囲気に引っ張られました。原作の雪兎曰く、アフレコがあってから原稿を書くときには、 福山さんの声が頭に浮かぶようになりました。暗殺教室の監督眼生児は、福山がオーディションで声を発した瞬間に、これで決まりだと思ったという。シリーズ構成、脚本の上妻ことは、唯一無二のキャスティングだと評している。愛称は、淳なほか、森川智之などは、淳淳、中田浄二は、淳ちゃん、湯佐孝二は、ジョン、ジョンジョン、野島健二は、 福淳と呼んでいる。女性からは単に淳、または淳君と呼ばれることが多い大原さやか、上田かな、中原舞など。同じ1978年生まれの声優である、近藤隆之、菅沼久義、立花慎之介、小野大輔、日野里氏、真島敦志らと、自主的にラバというユニットを組んでいる。もし双子に生まれたら、 殴り合いの喧嘩をしてみたいと語ったこともある。双子ではないが、年上の兄がおり、争うと負けるから争わないですけどねとも語っている。小さい頃は、力では兄の方が強かったため、自分は逆に口で応戦という感じだったとのこと。声優になったきっかけは、好きだった女の子が声優を目指していて、一緒にオーディションを受けた結果合格したからである。太字は、 メインキャラクター、太字は放送中はインターネット配信。太字は放送中はインターネット配信以下の作品については各記事を参照のことを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。